ライメル、アントニオ・タッピア・リナレスは、ドミニカ共和国、3、ペドロ・デマコリス州3、ペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のコロラド・ロッキーズ所属。相性は50。2010年に、コロラド・ロッキーズと契約して、プロ入り。2011年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ロッキーズで、プロデビュー。 67試合に出場して打率267.1本類が35打点15盗塁の成績を残した2012年もルーキー級ドミニカンサマーリーグロッキーズでプレーし63試合に出場して打率316.35打点13盗塁の成績を残した2013年にアメリカ本土へ渡るこの年は パイオニアリーグのルーキー級グランドジャンクションロッキーズでプレーし66試合に出場して打率357.7本類が47打点10盗塁の成績を残した2014年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし122試合に出場して打率326.9本類が72打点33盗塁の成績を残した 2015年は A 級モデストナッツでプレーし13、131試合に出場して打率。305.12本塁が71打点、26盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。この年はオールスターフューチャーズゲームにも選出された。11月20日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年の開幕は a a ハートフォードヤードホーツで迎え、8月にはトリプル a 級アルバカーキアイソトープスへ昇格。マイナー2球団合計では128試合に出場して打率。328.8本塁が48打点、23盗塁の成績を残した。また、 7月には2年連続でオールスターフューチャーズゲームに選出されている。ロースター拡大後の9月2日にメジャー初昇格を果たした。同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦の6回裏に代打で登場してメジャーデビューするとその初打席で遊撃への内野安打を放った。この年メジャーでは22試合に出場して打率263.3打点。 三盗塁の成績を残した。2017年7月17日にアントニオセンザテラの復帰に伴い、オプションでマイナーに降格した。この年メジャーでは70試合に出場して打率28、288.2本塁が15打点、6盗塁の成績を残した。将来のリードオフ候補と期待される俊速高打の外野手。細身の体格でパワー不足も、 マイナー通算打率317を誇る。足も速いが、盗塁士も多い。ありがとうございます。